背景、吹く風もどこか冷たくなってまいりましたが、警察の皆様におかれましては、ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。さて、この度私たち極悪人弱冠2名はこの場所を死に場所と認め、矢、月、弓折れるまで力の続く限り精一杯立てこもり、思う存分に暴れる所存であります。何分にも未熟な2人でございますが、今後ともよろしくご指導ご鞭撻くださいますようお願い申し上げます。警具以上、時計塔立てこもり犯の声明でした。各省庁は警察に早急の対応を求めました。長官は本日夜に突入作戦を行うと説明、市民への理解を夕方まではゆっくりできそうだな。そりゃあ間抜けだね。ああ、師匠もそう言っていた。報道のおかげで警察の動きがよく分かって助かったってさ。で、結局何日立てこもったの？3日未番だって。聞こえるか、そこの二人、貴様らに逃げ道はない。望み通り、そこが死に場所だ。もしそこで死ななかったら、市中引き回しの後で公主刑にしてやる。覚悟するんだな。お前たちは完全に包囲されている。おとなしく投降した場合、命だけは助けてやろう。君たち、何か言いたいことはあるか。寛容な我らはそれを聞こうではないか。おはようございます。お二方にお伝えします。もし出国を希望されるのでしたら、それを喜びをもって認めさせていただきたく思います。お願いします。本当に心からお願いしますから、もうやめて。助けて、もうやめて。そこまで言うのでしたら、ここで死ぬのを諦めておとなしく国を出てもいいですよ。本当ですか？で、いくら出しますか？いくら出しますか？ここに書いた程度ではどうでしょう。もっと出せます。